ハッピー青チャンネル。さあ、始まりました。ハッピー青チャンネルプラレールサスケ11。ついに11回目になりました。挑戦車両はこの難しいギミックを乗り越えることができるのでしょうか。今回も皆さん楽しんでご覧いただければと思います。よろしければチャンネル登録をお願いします。ハッピー青チャンネル。挑戦車両紹介。それではコース紹介に行きます。今回は4つのギミックがあります。まず一番最初はぐるりカーブプラスジャンプゾーンです。ジャンプがなかなか難しいので難易度は4でしょうか。そして裂け目でここはそんなに難しくないので星印難易度は1というところです。さあそしてブルーパーン、ここもですね、これがあるということを知っていれば難しくないので難易度は1です。さあそして今回最大の難所ツルツルロール、しかも倍の長さになっています。ここは難易度5といきましょう。これを乗り越えるとついに栄光のゴールです。ハッピー青チャンネル。
結果発表です。プラレールサスケ11の優勝者は都営浅草線5500型です。おめでとうございます。挑戦車両がツルツルロールでツルツルする中、唯一安定した走りを見せてくれました。素晴らしい。改めてハッピーヤオチャンネルプラレールサスケ11代王者おめでとうございます。